いいね。いきますよ。OK。はい、明石家からやってまいりました。私が川村です。ケンさんです。イエイ。ほんと可愛いんだから。やってきますよ。はい。一つ言わせてくれ。激ヤバなやつが届いた。ジン・アントニックが。もはや1900年代初頭にタイムスリップしたかのような、ウエスタンシャツが届いたんですよ。あ、先にじゃあタイトル言います。今回紹介する作品はジン&トニックのアウトサイダーです。アウトサイダー、アウトサイダーです。まあその名前にも由来がちゃんと、由来とか理由が込められてるんですけど、はい、ウエスタンシャツってどんなものを思い浮かべますか？まあ、カジュアルシャツですよね。アメリカのね。必死に挟んでくるんで喋らせないからね、遅刻したから。そのカジュアルなシャツをほぼ反応トーンで手縫いでやってます。はい、でもちろんこの装飾、チェーンセッチの装飾とかあるんですけど、はいはい、この辺とかこのちょっと何ターコイズっぽいとことか、はい、ボタニカルな感じとかも全部刺繍だし、まあ、地縫いはこの中の縫いはミシンでやってるんですけど、はい、表のこの押さえてあるステッチとかは全部ハンドでやってます。ハンドでね、やばいね。やばいでしょ。もう服好きがこれ興味持たなかったら、え、君は一体何を見てきたんだって小1時間説教したくなるような作品です。、はい、そうだね。だって激アツでしょこんなの。まあ俺もさ、 N さんもさ、専門でさ服作ってたからそういうとこ見ちゃうのかもしれないんだけど、めちゃくちゃ面白くて、まあその地縫いっていうのは本当に今見えてない部分ですね。はいはいはい。でこの表のステッチの押さえとかが全部ハンドでやってるんですけど、その今ってやっぱハンドでやってるアーティストって多いじゃないですか。クロキッド・テイラーとかさ、あそこハンドでしょ。そうなんだ。でもまあミシンも使ってるか。使ってるね。そうなんだ。見た感じそうってこと。オールハンドはねないよ基本。あ、ないんだ、うん、そうなんだ。そういうブランドとかが多い中で、はい、このブランドはやっぱね理にかなったことしかやってこないんですよ。無駄にハンドとかではない。あ、なんでかっていうと、はい、この役なんですよ素材が。あ、これ言っちゃった、はい、それは何でしょうか。役です。はい、正解で役なんですけど、はい、役ってめちゃくちゃこうトロンとしても見るからにストンって落ちてるじゃん。リネンとかポプリンみたいな張りのある感じじゃなくて、はい、これを生かすためにハンドで押さえてるんですね。ああ、柔らかい。そうそうそう、風合いを残すために、はい、でやっぱここを多分ステッチとかガッてかけたら本当ここ縫い代分さ、やっぱふにゅってなるわけじゃん、硬くなったりするから、はいはい、そういうのを防ぐためにハンドで押さえてるんですね、はい、逆にミシン使ってるとかもあるんですよ、はいはいはい、そういうのがこのカフスの部分のステッチとかこの辺のダイエットが特にそうですね。この辺は多分ハンドでやるとベチャって寝ちゃうんで、しっかりそこは形をきれいにってするためにミシンでやってます、はい、とてつもない労力が詰まった一品なんですけど、あのね、届いた時に思ったのは綺麗すぎて絶対工場出してるでしょって疑い。もうそのぐらいそうだよね、めちゃくちゃ綺麗なんだよね。でフロントにもステッチがかかってない感じとか、あと横もステッチこれ手まつりで押さえてあるんですけど、はい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 、CM の感じが全くなくて、うん、筒状に見えるというかすごいミニマルな表面してるんですよ ね。確かに。そこにがっつり装飾っていう無駄なものを全て省いた上にこの装飾がされてるっていう、デザインとしては本当申し分ないようなデザインが施されてるわけですね。確かにあれだよね、そのハンド系でやってるところはハンドステッチを綺麗に見せるみたいな、そういうのじゃなくて、あ、いいこと言いますね、うん、そこなんですよ。やっぱ今ハンドでやってるバンドってなんかハンドのありがたみみたいなところをすごい出してくるじゃん、うん、ちょっとなんかいや別にそんなどこは気にしてないですけどって思ってもこのハンドなんですよみたいな、はいはいはい、とかじゃなくてもう全然そのハンドでやってるのなんてマジで裏方に回ってますみたいな表には出ないんですけどみたいな、一生日の目を見ないんですけどっていうのがそこで、で逆にこれではね、あの演者側はこの辺の花、裏方さんはこういうねハンドステッチなんだけど、はい、チェーンステッチもハンドでやって、こちら側が本当タレントさんなんですよ。でそのバランスが本当ちょうどいい、っていうかマジでこのマシンメイドに見えてしまうような、うるさいなちょっとトラック、今からいいこと言おうと思ってるのマシンメイドに見えてしまうぐらいなハンドソーン手縫い、うん、で
やってこのレベルの服作ってる人っていうのはそうそういないと思う。確かに。だってもっとさ、うん、手作りの温かみとか出ちゃうでしょ。そうだね、うん、俺そういうのねもうね時代じゃないと思ってるから。あなんかちょっともう一昔前じゃん。うん、ちょっとなんか奇抜なハンドだからなんかまあすごいめちゃくちゃに作るような感じの、うん、でうわすごいみたいな、うん、ああいうのじゃない。いやもうその辺さしかもさ見慣れてない。そうだね。あ、そっちですか。はい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 っつってなっちゃうから俺もう、ね、ここまでのなんかね、しかもねあんまね手縫いとかっていうのも今でこそ言ってるけどあんまやっぱ言わないブランドなんで。はいはいはい。手でやってますとかも言わないし、手でやってて理にかなった本当服の作りをしてるんですよ。体に沿うっていうね。はい。なんですけど、なんかそこは多分もう本当このブランドにとって当たり前のことなんであえて言ってこないんですよね。なんかそこがすごい。確かに。この肩の見せ込みとか、うん、まあヨーク部分、これちょっと今かぶしてあるようなアンブレラヨークみたいな感じになってて、ここにブラザーが入ってるんですけど、はい、そういう部分とか。この方は当たり前のようにやってくるし、工場に出してるような服とは全然違って膨らみがしっかりしてるんで。確かに裾を見てもなんかあれだもんね、前にこう、そうね、こうなってる、うん、そうなんですよね。だから基本こうなってんじゃん人間って、うん、極端なことだけど、そういうことだよね。いやーにゃーにゃーなんかそのビスポークっていう部分がすごいでかいんですよ。やっぱ根本、はい、人の体に沿った作りの服を作ってますっていうのが、はいはい、工場に出してる平面のような感じではなくて、だからもうこれが、まあ、値段言っちゃうと7万3000円プラタックスなんで8万300円なんですけど、うんうん、いやマジ生地からしたらありえない。確かに生地だけでも、生地だけで普通の面してたとしてももっとすると思う今、うんうん、そうだよね。この多分役とかメーター1万近くすると思うから、やばくない？普通にだってイタリアとかのあの職人ブランドみたいなのも、うん、普通のコットンのとかリネンとかで4万とかさ、だよね、4万ぐらいしちゃうもんね、うん、この役使ってハンドで、でしかもディティールのこと言うとこれガラスボタンなんですよ、100年ほど前の。だからその辺のアンティークの作り込みとかが本当にすごい、その時代を全部合わせてきてるっていうか、素材のその色合いとかもそうだね、ちょっとあこれそう無染色なんだよ。あだ変に染められてないから、それもあるのかな、この素朴な感じというか。それでこの辺のウエスタンポケットっていうのこれ、はい、とかも今でこそちょっとこうハンガーにかけてるからこう広がっちゃうんだけど、着るとここがねちゃんとこう胸の形状に沿ってピタッてなるから、はいはい、開かないんだよね。いいね。こうピタッてなる作りになってて、うん、あとまあこの辺とかもウエスタンヨークこれかぶせてあるんだよね。はいはいはい。ここでステッチで縫い付けてあるわけじゃなくてかぶせてあって、これもアンブレラヨークで、しかもここ手まつりで切りっぱなしにチェーンステッチ、はい、でギャザーが寄ってるっていう、このね背面がね恐ろしくかっこいい。そうだね、面がやべえ。でもちろんビスポークなんで体型に沿ったサイズ感にできますし、ちょっと裾の形状変わってるじゃないですか、はいはい、この辺もラウンドに普通にできたりしますね。なんでその辺はちょっとディスカッションして決めるような感じですね、はい、DM とかでやり取りして。うん、デニスのヤクのストール前やってたんだけど、うん、なんかそれに近いというかそれよりか柔らかいんで、これあめちゃくちゃ柔らかい。だから本当そのデニスのヤクのストール首に巻いてる感じで切れちゃうかな、本当にソグトーショさん感じが全然違う、鳥肌立つマジで。本当ゾクッとするような感覚、これウールとは思えないような、分かんないけどその感じと似てる。ああ、うん、分かんないなちょっと。なんだけど、うん、そのぐらい気持ちいいということで、じゃあこれ着て N さんならどこ行きますか。これ着てカリフォルニア行くね。あで何合わせてるの。合わせ方は、うん、俺ねコンバースに月見っぽい、うん、リーバイスのデニムに、うんうん、まあ膝ぐらいダメージが入ってて、ああエディっぽいね、うん、にこれ合わせて、えエディじゃん、エディ好きだったからね。好きだよね。N さんね、エディ、エディ N さんだもんね。言ってしまえば。でカリフォルニア、カリフォルニア何すんのカリフォルニアで。何も分かんないから。カリフォルニアのこと、うん、とりあえずスケーターに話したりして、あベニスビーチ行くってこと。あそうだね、ビーチとか行ってみて、うん、まあ、何も分かんねえなってなって、うん、まあ、カフェおしゃれじゃん、うんうん、そこでコーヒー引っ掛けて夕日を見ながら帰るかな。なるほどね。おすすめはベニスビーチの方に
ジョニーロケッツって。ジョニーロケッツ。ああ。ジョニーロケッツです。確かにザな感じだね。うん。ベニスビーチの方にあるし、あるんだよ確か。へえ。やば。老舗っぽい感じだよね。でニューヨークの方はもうおすすめしない。あ、そうなんだ。そう、あのね、ロスの方のジョニーロケッツの方が多分ちゃんとしてる。あー、まあ、店内もなんか映画で出てきそうな感じでしょ、うん、ニューヨークのがマジソンスクエアガーデンの本当近くにあって行ったんだけど俺マジマック、あ、どっちかといったらモスだね。モスに近い。でもだからロスにいるんだったら、うん、これ着てその格好してジョニーロケッツ行った方がいい。ピンクスでもいいからね。ピンクスってめっちゃうまいホットドッグ屋があって、そこ最強なんだけど。ジャンクフードのトップオブトップ。じゃあ N さんはロスに、あ、カリフォルニアに来てくと。そうだね。なるほどね。俺はね、メキシコ。メキシコ、うん、確かに行ってこれに、まあ、俺ショーツで、俺これにさストローハットみたいな、あ、カンカン帽とかでもいいかなと思って、なんかちょっとボルサリーノっぽいようなフレートのハットだと決めすぎちゃうかなって思うから、うんうんうん、でもねハット系ちょっと俺今欲しくて、うんうん、とか合わせて、まあ、ショーツで靴はまあ本当使い古した革靴ぐらいな感じのを履いておこうかな。あで暑いこう日差しをバンバン浴びながら、乾いた日差しですよね、あの向こうのテキーラサンライズ飲んだ。テキーラサンライズ飲んでもう昼から飲んじゃったからっつって、もう夕方ぐらいでグデグデになって、テキーラ3号時ダウン、日が沈むっつって、でもう一日終えるかな。あでもその N さんが言うように、うん、あれだよね、海外の匂いはすごい強いよね。そうだね、うん、いいよね本当に、うん、アメリカの空気も感じつつも日本のなんていうのかな、端正な繊細な部分も感じるから面白い一品なんですよね。うん、で着ると雰囲気がバチクソにかっこいい。やっぱあ体に沿うのもそうだし、後ろのギャザーの陰影とか、うん、めっちゃかっこいい。これこんな贅沢なシャツ見たことないよ。確かにね。約どのぐらいヤバいか分かる？どのぐらいヤバいか、うん、オフコースぐらい。まあ伝説的なバンドってことだよね。違うよ、言葉にならないってことだ。そのツッコミが欲しかったんだよ。言葉にならないってことっていうのが欲しかったの。あ、出てこねえわちょっと。ということで、さっき言った通りビスポークブランドなんで、いろいろいじれますし、サイズ感とかマジで最高の一着を作ってくださいって話です。はい、わかりました。わかりました。もうオンラインサイトに載ってて、うん、そこからも注文できますし、で注文のビフォー欄とかにそのサイズ詳細とか、まあ、全然注文してくれた後にこっちに DM とか連絡くれてそこで決めてもいいんだけど、はいはい、いけるんで、まあ、あとあれですね、数量がめっちゃ限られてます。約がねえって話で、約が切れてる。確か、うん、言い方がちょっとまずい。約が切れ始めてるから。マジか、なんかすごいアメリカ州がすごいですね。そうでしょ。欲しい人は早めにっつって、約が切れる前にオーダーしてくださいね、はい、ということで最高の一品なんで、ぜひチェックしてみてくださいってことで、はい、店頭に来てくれた方はもちろん切れるんで。じゃあなんか一言あります？いや、これはもう最高の一品っすね。それ以外ないっす。やっぱ言葉にならない。言葉にならない。そういうことか。うん、言葉言ったけど、うん、言葉になってなかったもん。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。